聴ありがとうございます。この番組2000年から現在にかけて全日本プロレスで行われた珠玉の名勝負をお届けしてまいります。今回ご紹介する試合は2013年に行われた、武藤敬司ドン・フライ組対高山志郎河野正幸組の一戦です。この試合がどんな試合かご紹介する前に、ぜひこの番組続けるための皆さんのチャンネル登録と高評価をお待ちしております。今回ですね、この試合サムネイルで完全に釣りました。ちょっとですね、ピークを過ぎたかなというような、感じの一戦ではあるんですけども、やっぱりこの対戦カードを見てね、ここにいる視聴者全員この試合は見たいだろうということで、ちょっと半ば強引ではありますけども、この試合をご紹介させていただきます。はい、まずドン・フライ選手と高山志郎選手というと、あのプライドで行われた壮絶な死闘、これがですね、行われたのが2002年、その試合から起算すると11年後の開校ということになります。救急救命士として働きながらプロボクシングデビューで勝利、そしてそこから総合格闘技の道へと進んでまいりました。その後ですね、新日本プロレスでも活躍し、小川直也選手と抗争を繰り広げるなど、その後もチームフーサーザンではバットに所属し、新日本プロレスの中で、どんどん活躍の幅を広げてまいりました。その後ですね、プライドに参戦し、5年ぶりの総合格闘技で勝利を挙げると、この翌年に、高山翔選手との激闘を制すということで、このプライド場の男塾塾長というようなニックネームまで付けられることになりました。この翌年にはですね、以前ご紹介した河原俊明選手の三冠ヘビー級戦、こちらに挑戦し敗北を喫してしまいますが、河原俊明選手との男同士の対決、非常に熱い戦いを見せてくれたと。実はこの5年後ですね、プロレスエキスポという大会において高山翔也選手とタッグを組むことになりました。しかしこの試合中ですね、仲間割れをしてしまうと、やっぱりこの高山翔也選手とは反りが合わないと。高山志郎選手、1999年には大森田光選手と共にノーフィアを結成します。そしてノアの旗揚げに参加するわけですけども、この後もフリーとして新日本プロレスにおいては鈴木亮選手と IWGP ヘビー級タッグを獲得するなど方々で活躍されておりました。しかし2004年新日本プロレス G1 クライマックスの佐々木健介戦において試合後に緊急搬送、後日脳梗塞と診断され長期離脱を余儀なくされると。そしてようやく2006年にはノアにおいてプロレス復帰、このまた2年後には鈴木亮選手の自主興行で鈴木亮選手とシングルマッチ行いました。この流れをもって、この年全日本プロレスに参戦すると、グレン隊のメンバーとしてこの参戦するということになりました。そしてその翌年、時の三冠ヘビー級王者グレート・ウタを破り、初の、リアルグランドスラムメジャー完全制覇を達成いたしました。このような輝かしい経歴を持つ高山志郎選手、2011年には新日本プロレスに席を移した鈴木亮選手が、発足した鈴木軍、こちらのサポートメンバーとしても参戦されました。というわけで、まだまだこの存在感抜群だった高山志郎選手が、今回因縁の相手ドン・フライ選手との再戦に挑むことになります。まあでもですね、見ていただければ分かるんですけど、ドン・フライ選手がだいたい47歳ぐらい、高山翔選手が46歳くらい、やっぱりこうね、2001年の当時から考えれば、まあちょっとこうピークは過ぎてるかなというところではあります。まあね、武藤敬司選手が還暦を前にしてね、GHC を持ってるというところで、それを言ってもね、仕方ないところではあるんですけども、この2人がね、並び立つという姿を見るだけでも、マニアの垂涎の試合かなと。そして最後ですね、今回試合するこの4人が、前日記者会見に臨んだところで、ドン・フライ選手のコメントが非常に面白かったので、そちらを紹介したいと思います。2002年のプライドの試合ですね、あの試合で肩を壊して、その後手術を4度もした、腰の手術もした、手術のたびに何週間も動けない生活を強いられてきた。やつは俺の3年を不意にした。明日はその司会死をしてやる。そしてさらにですね、歩くと響くぐらい腰が痛くなっていきなり倒れたことがあったんだ。足がしびれて立ち上がれなかった。そこに犬が出てきて、その犬はあろうことか俺に正面を引っ掛けようとしやがったんだ。俺はすぐさま立ち上がったけど、その時の屈辱は忘れない。明日はそれぐらいの攻撃を加えてやるというふうに息巻いていたようです。なんですかね、最後の方はね、多分ドン・フライ選手すごい真剣に言ってたんだと思うんですけど、きっと笑いがこらえきれなかったんじゃないですかね、周りの人はね。まあそういうね、怒りも込めてこの試合に臨むということで、この試合ぜひお楽しみいただければなと思います。レジェンド第1弾ケビン・ナッシュ、レジェンド第2弾スコット・ノートン、レジェンド第3弾皇帝戦士ビッグバン・ベイダー、レジェンド第4弾急遽ドクターストップにより欠場となったリック・フレア、そして今回レジェンド第5弾としてドン・フライが参戦決定。かつて武藤が結成したバットに参加、総合格闘技やプロレスで活躍した魂の拳がおよそ10年ぶりに全日本マットに登場。パートナーはもちろん武藤敬司、その対戦相手はプロレス界の帝王高山義弘。さまざまなリングを渡り歩き、今なお
プロレス界の帝王として君臨する高山が因縁のあるフライと激突。高山とフライといえばプライドでしばき合った戦いが伝説となっている。パートナーは総合格闘技の経験も豊富な河野正幸。Ugliest deer you ever seen. Had one eye going this way, tongue sticking up this way, had a horn like this and a horn like that, had a foot in like that, the worst thing you can get. So you owe me 3 years of my life and a year of eating bad cow meat. またこういう機会もらったからね。その時の俺こそ司会者をしたいね。やつはなんだかんだボロボロ体ボロボロだとか言ってもあの時勝ってるから今度俺は勝ちたい。あの伝説の戦いが蘇るのか。スペシャルタッグマッチ、武藤敬司ドンフライ VS 高山義弘河野正幸。そして今回の対戦相手ドンフライ、パートナーはこの男河野正幸。そして西洋がのしのしと現れました。あの時のリベンジを果たす時が来た。今度はこの俺が勝つ。河野と共に両国のリングへ。帝王高山義弘。バッタに加入しました。フライト21で高山と壮絶な殴り合いをしました。フライト男に塾長と呼ばれました。そのドンフライが約10年ぶり武藤とタッグを結成します。全日本のリングに戻っています。この男ドンフライ、俺がテリーで武藤さんがドリーだ、そう言い放った。ドンフライの入場です。河野正幸金髪だ。高山義弘。高山義弘。赤コーナー250パウンド。ドンフライ。久々全日本のリングへドンフライ。250パウンド。武藤敬司。プロレスリングマスター武藤敬司。レフリー判定失敗。
さあまず淵さん、はい、どうですかこのマッチメイク。そうですね、またこんだけ大きな選手がこう、ね、4人揃うとまた、はいね、まあ、さっきの6人タッグとまた違った、ね、趣がありまして、はい、迫力ありますね。ありますね。そして長野さん、はい、やはりこのドンフライと高山がねこうなるんですね。そうですね、まあ、昨日の記者会見からね、はい、結構火花バチバチ散ってましたからね。そうですよね。2001年の9月総合に復帰するとプライド21で高山と壮絶な殴り合い。ドンフライ武藤圭司河野正幸で始まりましたこのスペシャルタッグマッチ。さあ武藤圭司がこのリングに登場すると波がパッと花が咲いたようなそんな感じがしてなりません。上になりました。まあ、武藤とね、はい、ドンフライのコンビも、2001年以来ですからね。そうですね、もう10年以上になるんですね。そうですね、12年経ちますからね、まあ、バットというね、そうですね、バットアストランスレートトレーディングというね、ほうほうほう、それがバットの略なんですけど、まあ、垣根を越えた悪ガキどもということでね、はい、そこには太陽ケアもいましたし、そうですね、大谷慎二郎もいましたし、はい、道のくプロレスの新崎人生もいましたし、はい、で長谷博士がいるというね、そうですね、本当にこう団体の垣根を越えたね、はい、ユニットでしたね。そうですよね。その武藤圭司であります。武藤圭司とこの河野正幸、下からの三角締めを狙っております。河野正幸であります。河野昨日の、ね、記者会見で黒髪でしたから、はい、高山とのコンビということでね、ちょっと意識して髪の毛金髪にしたかもしれないですね。そうですよね、はい、今日は金髪に染め抜いております。河野正幸、アキレス腱がために入りました武藤圭司であります。さあこの2人のグラウンドの攻防を淵さんどうご覧になりますか。いや今びっくりして見てましたけどね、はい、武藤は動き早くて結構コンディションいいんじゃないですかね。そうかもしれませんね、まあ、それこそね、はい、本人はちょっと自信がないような感じのことを言ってましたけど、ドンフライト会ってからなんかこうテンション上がったみたいですよ。そうですよね、はい、武藤を手伝いしまして、ドンフライ、ドンフライを指名します。いやしかしね、長野さん、はい、スプライト21の殴り合いが凄まじかったでしょ、はい、そうですね。でそれ以降そのドンフライが3年間俺はあいつのせいで人生を不意にしたと言ってんですね。さあ押し込んだ、まあ、肩を4回手術して、はい、腰の傷跡あると思うんですが、はいはい、まあ、それがね全部高山戦のせいとは言いたいですけどね。おっとこれだこれだこれですね、これだこれだ、勝ったらの戦いが蘇る、殴り合う殴り合う、まあ、実際はね、パンチですからこれは反則になってしまうわけですけどね、プライド21で大いなる戦い、殴り合いを演じました。この2人投げに行く、タッグを組んでもすぐに仲間割れ。フライはね、はい、腰が悪いんですよね、その腰ちょっと痛めましたかね。今投げつけられましたからね、はい、ね、はい、ジャンピングニーパット、あこのかなり気にしております。腰を気にしてますもんね。そうですね、ドンフライ、これは河野のある辺応援したいね。あここでね、うん、フライから通ればね、またあ今すごいパンチが出ましたね。おーっとスープレックス、もちろんアマレスの筋もあるわけであります。このドンフライ UFC8 アルティメット優勝、元祖アルティメット王とも呼ばれているドンフライ。さあ今度は膝をつく武藤圭司、もう一度足を取るか、足を取ってドラゴンスクリューに持っていきます。足を取ってのドラゴンスクリュー、そしてすぐにフィギュア4レッグロック、足4の字固めの体勢に入りました。この辺りは早い武藤圭司の攻撃、高山入りますね、はい、たまらず入ってくる、そしてすぐにドンフライの元に駆けつけます。この高山義弘、今回は絶対に俺が勝つとそう話しておりました高山義弘。そしてジャンピングニーパット、河野に肘を出す。さあ今度は武藤に対しましてダブルのブレンバスターか、ブレンバスター、意外にね高山と河野っていいコンビになるかもしれないですよね。そうですよね、大当てて非常にいいですよね、この2人のタッグっていいと思います。新しい指定関係みたいな感じなんで、はい、そうですね、まあ、お互い金髪にね、非常にこの壮大さがあります。さあ腕式逆十字の体勢に河野が入りました。ドンフライと高山上辺にやり合っている、またしてもやり合います。この2人どうしてもこの2人はこういう関係となってしまうんでしょうか。フラフラになろうが何しようが俺は戦い抜くんだとドンフライ言ってましたからね。
そしてドンフライが中に入ってきます。上に蹴り飛ばす、このドンフライ。まあ、俺は牛もスリッパーでね、締め落としてんだって言ってましたからね。会見で言ってましたよね。大きく一つ二つ深呼吸、そして高山がそのドンフライにビッグブーツ完工。さあさらにさあスリーパーに取ります。そしてコーナーを出し逆十字の体勢、しっかりとアシストをします。しかしドンフライ、今度はパンチ攻撃で場外に送り出す、コーナーにストンピング攻撃。ようやく離れました。やはりあのドンフライちょっとね息が上がった。左強烈、左から左から強烈でしたね。これは強烈な一撃。そしてボールの体勢に入ってどうだ、抑えてカウント、カウントは2、カウントカウントは2。今左のパンチ効いてますよね。そうですよね。さあそしてユタロデコーナー、正面、正面からシャイニングウィザード、ここで入りましたね。はい、足を取ってドラゴンスクリュー。さあ武藤のプロレスだ。さあ武藤圭司、ここで出すか、ブロックをした、しっかりとブロックをします。河野正幸、そして高山入ってくる、高山のビッグブーツ。高山がさあ膝、両サイドから膝を出していく。これもきついですよね。そうですね、男、自分より大きな河野、さらには高山、そしてここで差し上げて河野がこれを見てどう攻める、バックドロップは高山、そして膝、フォールの体勢に入った、抑える、カウントはカウントは2カウント、カウント2、ここは河野チャンス、もう取ったらすごいですよ。そうですよね。さあここは取りたい、そしてきっかけにしたい河野正幸、ブレンバスター、いやファルコンガロー、ファルコンガロー、フォールはどうだ、抑えてカウントは2。いやチャンスですよね。はい、一気に攻めたいところ河野正幸、膝か、プロレスリングマスターから1本取るか。武藤の表情曇ってますもんね。そうですよね。ここは絶好のチャンス、しかしフランケンシュタイナー、フランケンシュタイナー抑えてカウント3つの逆転、逆転のフランケンシュタイナー。場外ではやり合います、高山とボンフライです。まだまだやってます。しかしリング上武藤圭司逆転勝利。ご覧ください、この2人どうしてもこうなってしまう、殴り合いです、殴り合い、戦う本能、本能むき出し。この間に武藤圭司逆転勝利ですが、まだ高山とドンフライがやり合います。この間の戦い終わらないですよね。さあ割って入ろうとする河野正幸、今なんとか、あーしかし一発河野の中に入ります。こちらドンフライ元祖アルティメット、久々の全日本のリングはどうだったんでしょうか。高山とどうしても殴り合いが生きてしまいます。たったのマホトバット武藤圭司ドンフライトに、おさむさんはドンフライの戦いはどうご覧になったんですか。そうですね、まあ実際ね、動きは全盛期の動きではないですよね、ただ彼のね、その、闘争心っていうんですかね、相手のスクリプトがね、全く衰えてないというのはね、すごいことだなと思いましたね。そうですね、ドンフライ武藤圭司バットバット勝利を掴みました。はい、ということでね、まあ、ちょっと消化不良だったかもしれませんが、僕もこの試合最初見た時ね、ちょっとこう紹介していいものかどうか迷ったんですけども、まあ、やっぱりこの2人のね、この2枚の看板が並ぶというようなこの歴史的な一戦は皆さんも見てみたいかなというところで取り入れさせてもらいました。本当にね、ドンフライ選手と高山選手がこう向き合った瞬間、結構、ね、一瞬で終わっちゃいましたよね。プライドのあの時みたいにこうお互いがこうね、掴み合ってこう殴り合うというようなシーンもございました。ちょっと申し訳ないんですけどね、こればっかりは。ただね、やっぱり46歳とか47歳とかあれだけのこの体を作れるっていうだけでもね、結構すごいと思うんですよね。やっぱりこう2002年頃のそのあのピークの頃と、まあ、比べてもまあ仕方ないんですけど、あの頃に比べてもやっぱりまだまだドンフライ選手めちゃめちゃ筋肉ありましたよね。あのやっぱ体の作り方、この本番へのこの自分のこのパフォーマンスの上げ方っていうのはね、さすがプロレスラーだなというふうにこう感銘を受けました。まあね、ちょっと名勝負とまではいかなかったかもしれませんが、今後もね、こういう歴史的な一戦などはね、ぜひ取り上げていこうかなというふうに思います。
思います、はい、そして来週ですけども、このお詫びを返すべく非常にユニークな一戦を持ってまいりました。2006年3月21日に行われたファン感謝デーの一戦、武藤圭司組対三沢光晴、小島聡組の一戦です。混乱して間違って言ってるわけではございません。しっかりですね、下のテロップには名前を書かせてもらってますけども、一時期ですね、全日本プロレスには F1 タッグという伝説的なベルトがございました。まあ、平たく言うとですね、お笑いベルトなんですけども、このチャンピオンとして長年君臨していたのが武藤圭司、そして神奈月組でした。この2人がもちろん出場するんですけども、来週お届けするのはですね、この F1 タッグができるきっかけとなった試合となります。全日本プロレスのリングに久々に三沢コールが起こる非常にユニークな一戦、来週までぜひお楽しみにお待ちいただければなと思います。今週はここまでです。それではまた次週お会いしましょう。さよなら。